やっほー、ウォーズマンチャンネルです。はい、皆さん、今回の動画は釣り動画ではないんですけど、今回も天から初心者の方とか、これから天からを始めようって思っておられる方向けの動画になります。今回のテーマですけど、でこれね、僕が持っている天からのズーム竿になります。そうです、今回のテーマは天からのズーム竿のメリットとデメリットっていうところでね、まあ、あくまでも僕の経験と僕の考えにはなるんですけど、皆様にね、まあ、参考程度にお伝えできたらなと思ってます。まずね、これから天からを始めようって思っておられる方は、最初のね、1本目の竿どれにしようかってね、結構考えられる方おられると思います。なので今はね、いろんな方が使っておられる竿とか、まあ、そういったものをね、まあ、YouTube とか SNS とかでね、探されるっていうことがね、まあ、一般的かなと思います。で、天からのね、もう少し始められて1本目の竿を持っておられる方、まあ、慣れてきたらやっぱり2本目、3本目ってひょっとしたら欲しくなる方おられるかもしれません。まあ、そうなると2本目の竿をどれにしようかとかね、どんなタイプにしようかっていうことをね、迷われることがあるかもしれません。まあ、その時の選択肢の一つとして、このね、ズーム竿っていうところもね、まあ、一度お考えいただけたらいいのかなとは思ってます。ただ、ズーム竿ってね、本当に好みがあると思いますし、まあ、当然ね、まあ、ズーム竿のいいところと逆にデメリット的なところもね、当然あります。なので今回はね、まあ、それをね、まあ、簡単にお伝えできたらなと思います。まず僕が今回紹介するズーム竿を簡単に説明すると、これね、僕が最近よく使っている日清さんのね、03-10から。で、これはね、3.6 メーターの竿になります。で、これずーっとね、竿をこうやってね、まあ、伸ばしていって、使う長さっていうのがこれ 3.6 メーターで使います。ね、まあ逆に言ったらこの 3.6 メーターでしか使えない、そういうことになります。なんですけど、このズーム竿っていうのは、例えばこのシマノさんのパック10から、これだと、ここに 3.1 と 3.4 って書いてます。なので、3.1 メーターでも使えるし、そこをさらにクッと伸ばすと、3.4 メーターのところでも止まるようになってます。なので、3.1 メーターと 3.4 メーターの長さで釣りがすることができる。で、例えば、これ古いタイプなんですけど、ガマカツさんのスイムっていうね、まあ、竿です。で、この竿だと、ここ3メーターと 3.5 メーター。と最大で4メーターなので、この竿は3段階のね、長さで使える竿になります。一番短いところで3メーターで、少しね伸ばして 3.5 メーターで、最大で伸ばしてこの4メーター、3段階の長さで竿をね、まあ、振ることができる、ね、まあ、そういう竿になってます。で、これはシマノさんの軽量点からで、これは 3.4 メーターと 3.8 メーターのズーム竿、3.4 メーターと 3.8 メーターの長さで釣りができるような竿になってます。なので、こういった普通のタイプだと、まあ、長さが 3.6 メーターって決まってたら 3.6 メーターでしか釣りが基本はできない。まあ、それに比べて、このズーム竿っていうのは、まあ、決められた長さ2段階もしくは3段階、まあ、4段階はちょっと僕聞いたことないんですけど、ひょっとしたらね、今後あるかもしれませんし、今あるかもしれません。なので、2段階もしくは3段階の長さで、まあ、キャストができて釣りができるっていうね、まあ、そういったものをズーム竿って言います。多分このズーム竿のメリットといえば、もう皆さんね、もう多分分かられると思います。今僕も話をしてたんですけど、一本の竿でいろんな長さで使用することができます。これがもう本当に大きいメリットですよね。まあ、お得感があります僕お得大好きです。はい、これなんか、島田さんのパック10から。これ多分、姉妹寸法40センチぐらいですかね。まあ正確にはわからないんですけど、まあこれだけね、まあコンパクトになって、まあリュックとかにもね、まあこれ入る長さです。で、なおかつ 3.1 メーターと 3.4 メーターで使用することができます。あと、天竜さんの竿とかであれば、もっと短くてね、もっと長く何段階、3段階ぐらい使える竿とかっていうのもね、まあ当然出されてるので、他のメーカーさんでもね、まあいろいろズーム竿はあります。なので、やっぱりこのズーム竿のメリットといえば、一本の竿で何段階の長さでも使えるっていうね、まあそこが一番大きいと思います。何パターンかの長さで竿を使用することができるっていうことは、
例えばね、例で挙げるとこのガマカツさんのスイム、これだと3メーター、3.5メーター、4メーター、まあ、その3段階で使うことができます。まあ、そうなると一番最初にね、まあ、買われる方が、まあ、どの長さを買ったらいいかなっていうね、結構迷われる方おられると思います。1回転からはね、まあ、そのカーですると大体 3.6 メーターでいいなとか4メーター欲しいなっていうのは大体わかるんですけど、そうでない今から点からを始めようと思っておられる方がまず1本差を買うってなるとね、わからないですよね。まあ、そういう方は本当にね、まあ、こういう何段階か使える竿を買われるっていうのも一つの手段かなと思います。まあ、これだと 3.1 メーターと 3.6 メーター、ね、まあ、ちょっとした源流域だとこの 3.1 メーターで十分いけますよね。で、それより少し大きめの、まあ、僕が普段釣っているようなね、まあ、渓流域でいうと大体 3.6 メーターで行くことができると思います。ね、でちょっとね、まあ、木がブッシュが生い茂っているところになったら 3.6 メーターで使っててもちょっと縮めて 3.1 メーターの長さでやるとやっぱりね引っかかりにくいっていうのもありますよね。で逆もありますよね。源流域で 3.1 メーターの長さで釣ってて、いやちょっと大きい場所、開けた場所に来たな、でもちょっと届かないなってね、まあ、一つはラインを長さを、まあ、そこでね、まあ、変えるっていうのは一つですけど、やっぱり僕なんかね、まあ、めんどくさいんですよね。はい、でなるとこの竿の長さをもう一段階クッてね、まあ、伸ばして、まあ、これですよね、まあ、この分ですね、まあ、これが 3.6 メーターだったらもう一段階これをクッてね伸ばしてやることで 3.6 メーター、ね、そこをねキュッて伸ばすだけでラインをねわざわざ変えなくてもこの分の遠くが狙えますよね。なので本当にね、まあ、お得感満載です。なのでこのね、まあ、2段階のプロスペック 2way 点からもよく使ってますし、このね、まあ、島田さんの渓流点からこれなんかね、もう非常に多くの方がね、まあ、使われているもうベストセラーのね、まあ、竿になってます。まず点からのズーム竿のメリットっていうのはね、もう多分もう皆さんすぐ分かられてると思うので、まず最初にね説明しました。でどちらかというと分かりにくいのはそのねデメリット、ね、メリットだけ聞くと最高やんって思うんですけど、やっぱりねいいところだけではなくてデメリットもね、まあ、あるんですよね。人によってそこはどれだけ大きなデメリットになるかっていうのはね、まあ、当然変わってくると思うんですけど、簡単にこのズーム竿のね次はデメリットの方をねお伝えしようかなと思います。このズーム竿のデメリットっていうのは僕がね思っているのは大きく2つあると思います。でまずその1つ目、重さが当然重くなります。まずね重さが重いっていうのはもう皆さん多分想像しても分かられると思うんですけど、例えばこの竿だと3メーターの長さで使いたいって思って3メーターで使うとしますよね。当然ね、まあ、この竿を3メーターのところまで出してそこでキャストしたらいいんですけど、もともとの3メーターね、まあこれ間違いますけど、これが3メーターとしたら3メーターの竿と比較するとやっぱり締まっている部分が当然ありますよね。まあ伸ばそうと思ったらそこを伸ばして使ったらいいんですけど、3メーターで使うときはそこまで、まあ、出してしまう必要はないってなると、その部分をね、まあ、ここの根元の部分に当然収めてますよね。っていうことは当然その分重くなります。なのでまあ一番のデメリットは僕そこかなとは思ってます。本当にね、まあ竿が重くなる、ズーム竿はまあ便利ですけど、その分使わないときはやっぱりね、まあ、この使わない部分が中に入っているので、まあ、その分が重くなってしまう。その重さってまあ 5g 10g 程度の差かもしれませんけど、それを1日振ってるとそこってね結構変わるんですよね。点からって他の釣りとは違うところが、やっぱりね、もう一日で何百回何千回ってね、まあこうやってキャストするんですよね。まあ3秒ぐらいしか流さないって言われてる釣りなので、もう3秒ですぐまたキャスト、キャスト、キャストなんですよね。まあ、そうなると、まあ、5グラム、10グラム、15グラムっていう差がね、非常にね、大きくなると思います。まあ、例えばこの竿が何グラムで同じ長さで、これはそれ以上に伸びるけど何グラムで、この差がまあ20グラム仮にあったとします。でじゃあその20グラム分がもう全く重いのかって言ったら、そうじゃないこともあります。やっぱりキャストするときっていうのはバランスと思います。なので本当にねこの視点をどうするかで、視点に合わせたときにこのね、まあ、柄の部分とその先の部分のバランスがどうか、
まあ、テコの原理ってあるみたいに、本当にバランスのいい竿だと、このズーム竿とそうでない竿の差が 20g 仮にあったとします。でも、イコール、そのね、キャスト時に 20g の重さをそのまま感じるかって言ったら、そうじゃないこともあります。っていうのは、やっぱりキャストってね、まあ、バランスなんですよね。で、このね、まあ、自分が持つこの部分とこの先の部分のバランスがどうかっていうことで、本当に逆に言ったら、重さ以上にキャストが重くなる、まあ、しづらくなることも当然ありますし、逆にほぼ重さの差を感じないことも当然あります。なので一概にね、まあそうは言えないんですけど、ただこうやってね、グラム測ったら絶対違うんでね、まあその分の負担は大きいと思います。なので、じゃあ絶対ズームザーお得やし絶対そっちの方がいいやんって言ったら、まあそうでないこともあると思います。自分が行く河川が、まあ、常に 3.6 メーターで全然大丈夫っていうのであれば、まあ、僕はその時にはあえて3メーターとか4メーターとかに縮められるんですけど、重い竿よりもやっぱり決まってる長さ 3.6 メーターで軽い方を僕はおすすめします。で、もう一つのデメリットと思われるところは、このね、実はここはなかなかね、スペックではわからなかったりはするんですけど、竿のね、調子が変わるんですよね。調子っていうのは、動調子とか先調子とかね、一般に言われると思うんですけど、本当に動調子っていうのは、胴の部分から曲がってくれるね、柔らかい竿っていうイメージですかね。まあ、曲がる部分が胴の部分から曲がる。で、逆に先調子の竿っていうのは、先から曲がるっていうね、まあ、どちらかというと胴の部分はしっかりしてて、あまり曲がらない。先の部分だけで曲がってくれるっていうね、まあ、そういうイメージです。で、この調子が変わるっていうのは、まあもうベテランの方は全然ね、まあ大して気にならないところかもしれません。なんですけど、逆にね、まあレベルラインを常に使われてて、まあちょっと初心者の方で、それをね、まあ投げ方、手こずっておられるっていう方がいるとすると、その調子っていうのはね、結構重要になってくるところかなとは思います。で、例えば今3メーターの長さで使ってます。で、その時に、この曲がり、ちょっと見にくいと思うんですけど、どこで曲がってるかっていう、このね、曲がり幅と、次ね、これを、まあ、3.5 メーターのとこで使います。で、それとこの曲がり幅、若干違うんですよね。で、これもう一つ、4メーターでこれは使います。もっと違います。竿のキャストっていうのは重みを感じるのはね、もう重さだけじゃないっていうね、さっき話をしたと思うんですけど、同じ竿なので、これ重さをこうやってね、まあ測ったら、もう重さは絶対一定なんですよね。なんですけど、3メーターの長さで今使ってます。振り幅も当然違うんですけど、この振り幅が違うと、結構ね、この感じる重さっていうのも変わってきます。テコの原理っていうのもあるんでしょうけど、これキャストしてると、一番軽く感じます。次、3.5 メーターの長さで使います。ちょっとさっきより重く感じます。まあ感覚かもしれませんけど、まあ僕の感覚では、さっきのね、3メーター、この長さで使ってるよりも、ね、これはもう非常に軽く感じます。この 3.5 メーターで使うと、明らかにさっきよりね、まあバランス的なところと思うんですけど、重く感じます。この曲がる幅っていうのも、やや先調子に近づいていると思います。そしてこれを4メーター。これ最大の長さで使うと、さらにこれ重く感じます。まあ、結構重く感じます。で、調子はね、もうこれ本当の先調子ぐらいになってると思います。何が言いたいかっていうと、これね、調子が変わるっていうことは、同調子から当然最後、こう伸ばしたら、これ先調子になってます。で、テーパーラインとかストレートラインとかだと、普通に投げれるとも思うんですけど、例えばレベルライン、を使ってて、まあ、それこそ初心者の方になると、この先調子でね、まあ、レベルライン、まあ、当然飛ばせる方もおられるし、まあ、少し練習したら飛ばせるんですけど、やっぱりね、しんどいと思います。結構腕でこうやって振らないと、なかなか飛んでいかない。結構これが重いんですよね。重く感じます。まあ、そういうデメリットがあります。なので、単純に調子が変わるって言ったら、同調子とか先調子に変わるだけかなって思いがちではあるんですけど、当然それもね、まあ、大きな
差、ラインが投げれる投げれない、特にレベルラインには影響するとは思いますし、ただそれ以上にもね、この重さ、これがさらにね、一番長いところでやってたら非常に重く感じます。まあそこの方がデメリットかなとは思うんですけどね。なので調子が変わったら当然竿のバランスも変わります。バランスが変わったら当然キャスト時に感じる重さも大きく変わってくるっていうことですよね。なのでこのガマカツのスイムだと主にね、まあどの竿の長さで使用したらいいかって言ったら、やっぱりこれどこかにも書いてあったと思うんですけど、これだったら3メーターなんですよね。で3メーターだとこのね重さ以上にね、まあ、軽く感じますし、で同調子でね、まあ、本当にレベルラインも普通に投げれると思います。なのでこれだとね、まあ、全然重さを感じないんですよね。なんですけどちょっと重さを感じます。この先昇進に近づくっていうのも当然あるんですけど、それ以上に重さを感じる。で4メーターめちゃくちゃ重い。これで1日って多分僕も無理と思います。はい、まあ、それぐらい変わってきます。まあ竿によってはですけどね。なのでこれ特にね、まあ、2段階じゃなくて3段階なんで、その差がね、まあ、非常に一番短い時と一番伸ばした時っていう差がね、まあ、非常に大きいと思います。なのでこのスイムっていう竿は基本はね3メーターで使うことを推奨されてるんですよね。この3メーターで使うのであれば全然ね、まあ、重さ以上に逆に軽く感じると思います。まあバランスがいいんですよね。でこれで使ってたら全然重さって全く感じないし、1日振ってても、もう全然大丈夫です。少しちょっと広い場所に来たなってなった時に、その時だけこのね長さを 3.5 にして使う。ちょっとね狭くなってきたって言ったらこうやってねまた短くして一番軽いこの3メーターで使う。でちょっと開けた場所に来たなってなった時に、まあ、そこの場所だけね、まあ、そういう場所、届かない場所だけを狙うときに4メーターにして、こうやって振ったらそこにも届きますよね。なので基本的にはこれね、4メーターずっと長い長さで使う竿の設計ではないんですよね。なので、このね、時にすごく重く感じてバランスが悪くても、もう全然ね、まあ、そこは竿としては問題ないと思います。どの長さをメインで使うように、まあ、設計されているかっていうところにもね、あるかもしれません。ただこれはあくまでも僕の感想ですよ。メーカーに聞いたことでもないですし、使ってての感想。で、ただ、基本は3メーターで使ってくださいっていうのはどこかに書いてあったと思いますし、おそらくその通りだと思います。3メーターだと全然ね、スペックの重さよりも軽く感じます。おすすめとしたら、普段3メーターで使われるっていう方は、もうこれをね、持ってたら非常に便利でお得と思います。これで使ってたらいいんですからね、普通に。そういう考えだと最高のね、まあ、竿になると思います。次ね。ではこれ、シマノさんの軽量点から。これ 3.4 メーターと 3.8 メーターのズーム竿です。で、さっきの話から、まずね、3.4 メーターでこれを振ります。めちゃくちゃ同調子の、ね、めちゃくちゃ柔らかい。これだとレベルライン、プシューンってね、まあ、飛んでいきます。で 3.4 メーターとか 3.6 メーターっていうのがやっぱりね一番軽流域で幅広く使われる長さかなとは思いますね。なので原流域に行くとね、まあ、2.8 とか 3.1 とか3メーターとかね、まあ、そのぐらいの長さになってくるんですけど、まあ、3.4 とかでもね、まあ、全然原流域でも使えますし、普通の軽流域でも 3.4 って言ったらね多分一番スタンダードな長さになると思います。なのでこれはね本当にレベルラインもうプシューンってねもう飛んでいくと思います。で、これを 3.8 メーター。ね。まあ、それでも結構これ柔らかいですね。今、改めて見ると。なので、レベルラインはね、まあ、3.8 メーターに伸ばしても、まあ、非常に飛ばしやすいと思いますし、僕も実際ね、これよく使ってます。うん。なので、これはそこまでね、まあ、変わらないですね。さっきのスイムと比較すると、でスイムの方は3メーターよりも 3.5 にすると、やっぱりやや先調子になったし、4メーターにするともっと先調子になって重さを感じたんですけど、これはねそこまでは感じないかもしれませんし、 3.8 メーターでもこれだけ曲がったらね、まあ、十分な同調子になると思います。まあ、これだと伸ばしてでもレベルラインはしっかり飛んでくれると思います。ただやっぱりね、まあ、普通のこれ 3.8 メーターの差を2つ並べると
どちらかって言ったら 3.8 メーターの方がスペックは絶対軽いはずです。なので例えばこの竿を、まあ、買おうと思っておられる方であれば常にね 3.4 メーターとか 3.6 メーターで使う竿が1本欲しいなって思っておられる方はこれをね、まあ、買われたら 3.4 メーターで使うと、まあ、当然ね重さはあると思うんですけどキャスト時にはそこまでねバランスで重くは感じませんし、ただそれを 3.8 メーターでずっと使うっていうのもまあ同調してね全然柔らかくていけるんですけど、やっぱり 3.8 メーターの長さだけで基本使われる方とか、まあ、本流機で使われる方とかであればやっぱりね、まあ、3.8 メーターの長さだけの差を買った方が絶対ね、まあ僕はいいと思います。ただ3.6 メーターとか 3.4 メーターの竿が一般的にはね、まあ、多くはなると思うんですけど、その長さを買いたいっていうのであればこれは絶対ね、まあ、おすすめな竿とは思います。なので調子が変わるって言ってもやっぱりね、まあ、そのメーカーとかその竿によってもね、まあ、結構変わると思います、ね、特にさっきのねスイムで比べると本当にね、まあ、4メーターで1日なんか多分増えないなと思ったんですけど、これはねまあ、全然 3.8 メーターに伸ばしても全然ね、まあ、これだけ同調子で曲がったら全然いけますし、まあ、それはね本当に個人差と思うんですけどねっていうところですかね。もう一つ僕の主観ですけど、このシマノさんのパック10からこれはね小さくなるんでね旅行とか非常にね、まあ、便利です。リュックにも入るしね、予備竿としても入れとくもいいし、これを振ってみましょうか。これ 3.1 メーター、うん、これも同調子ですごく柔らかい竿ですね。レベルラインもしっかり飛ぶと思います。でこれを 3.4 メーター、うん、ちょっと同調子よりも、まあ、先調子には近づいていると思うんですけど、これでも全然ね、まあ、同調子の範囲と思います。うん、やっぱりバランス的にはね、この 3.1 メーターが非常にね、まあ、軽く感じますよね。で、これを4メーターにすると、まあ、やっぱりさっきよりね、まあ、ちょっと重く感じます。竿の重さは変わってないんですけど、やっぱりね、まあ、それで重さ、感じる重さっていうのは若干変わってきますよね、バランスで。なので 3.4 メーターで常に使う竿っていうのを求めておられるのであれば、逆にね、まあ、3.4 メーターだけのズームと違う竿を買われた方がいいと思います。ただ 3.1 メーターとか3メーターの長さがメインだって言われる方は絶対ねお得な竿にはなると思います。まあただこのシマノさんのこのパック10からで言うと本当にね、まあ、その調子云々よりもこの姉妹寸法がこの40センチ、もうこれリュックに入りますよ。もうこれが一番の魅力ですよね。でこのぐらいの短さになる天から竿っていうのはもう結構ねもういっぱいあります。なんですけど、この長さで、この姉妹寸法で、ズーム竿っていうね、まあ、そこが本当にこの竿の一番の魅力ですよね。旅行とかにね、まあ、ちょっと忍ばしといて。で、ただそこでもね、まあ、3.1 メーターと3.4メーターの長さが使えるっていうのがね、すごいですよね。なおかつ、3.4 メーターに伸ばしても、あれだけのね、しなりがあったらレベルラインもね、当然飛ばせる竿になってると思いますし、これはこれでね、本当におすすめと思います。今ね、まあ僕の分かる範囲ではあるんですけど、ズーム竿のメリット、デメリットっていうのをね、まあ簡単に紹介をさせていただきました。当然人によっては感じ方っていうのはいろいろあるので、もっとね、まあ大きなデメリットあるよ、もっとね、まあメリットあるよっていうのもね、当然あるかもしれません。なのであくまでもね、まあ参考程度にしていただけたらいいのかなと思います。で、ただやっぱりね、僕ズーム竿非常にね、まあお得感があって大好きです。なのでこれからもね、まあひょっとしたらいろんな竿をね、まあまた買って試すかもしれません。で、最後に、このズーム竿の購入を考えておられる方があれば、このね、アドバイスとして、この長さのね、まあ、短いところ、このシマノさんの軽量点からであれば 3.4 と 3.8 メーターで言うと 3.4 メーターの方が短いところですよね。ガマカツのスイムで言うと3メーターと4メーター最大がね、ってなったら一番短いところは3メーター。なので、基本設計としては3メーターでメインで使われる設計、まあ、竿のバランスになっていると思います。で、その状態が一番軽く感じます。この自重よりも軽く感じることも当然あります。
まあ、シマノさんの軽量点からであれば 3.4 と 3.8、 3.4 の長さをメインで使われると思っておられる方が本当におすすめと思います。通常これ 3.4 メーターで普段使う、じゃあ非常にね、まあ、軽い、このスペック以上に軽い竿になっていると思います。そこでちょっとね届かない場所であったり大場所を、まあ、少し行くっていうのであれば、そこだけを伸ばして 3.8 メーターで使う、届かない場所だけ 3.8 メーターに伸ばして使う、でまたすぐね、まあ、3.4 メーターに戻して使う。でこのガマカスさんでいうと、常に3メーターの長さがベストの稼ぎに行くって言われる方がこれをね持ってたら非常にいいと思います。3メーターでいうとこの自重よりもねもう全然軽く感じます。なので何が言いたいかっていうと、このズーム竿には短いところと長いところがあると思います。常に短いところの長さをメインで使われる方、まあ、それを買われたら非常にいいと思います。はい、ちょっとね雨も降ってきて最後駆け足になってね、さらに分かりにくかったかもしれません。ズーム竿、まあ、便利です、まあ、僕も大好きでね、まあ、使ってます、おすすめもします。なんですけどやっぱりね常に使われる長さっていうのが重要で、このズーム竿の短いところが常に使われる長さであれば本当にね、まあ、おすすめできると思います。なんですけど伸ばした状態の長さで常にね、まあ、使われるっていうのであれば、多分ね、まあ、それが逆に負担になる、通常よりも重い、まあ、竿を使うことになると思います。なのでね、まあ、ちょっとこれからね、まあ、ズーム竿を絶対ね、まあ、おすすめでいいと思いますし、まあ、そこもね、まあ、選択肢の一つに入れていただけたらと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。バイバーイ。